で、はい、でその後気がつかないすごいこっち向こうみたい、はい、前屈してみてどれぐらい前屈、うん、前屈あもう全然あそんな感じね、はいはいはい、そしたらね向こうまで1回あるぐらい歩きますよ、はい、どんどんどんあもうそんな感じまた言うことだね、はい、こっち帰ってきてあ、もう今の歩いてる感じ分かるかな？え、分かる。もう一回やってみて。歩いた足の重さとか見とってね。背中、うん、足の重さ、はい、どうなの？足の重さ、はい、重さね、はい。で、こっち側でいて。うん。歩くときの足重たいでしょ。うん。重たいでしょ、今。うん。ちょっとね、胸のところにテープ貼ろうと思ってんだけど。はい。少し歩き方、これで変えられんの。うん。歩いて普通にはいはい、はい、こっち帰ってきてえ一緒一緒ではい向こう行って3をはいはいそれぐらいのスピードで歩いてはいもうちょっとだけ早くはいはいもう少し早くねそうそれぐらいでいいはいあと2歩だけしてはいはい腰が痛い痛くなってきた痛くなってきたもう普通に歩いてるだけで最近腰が痛い痛いの、うん、本当そしたらねここあのねそしたらねもうちょっとね少し前傾するような感じで前に倒れ込むような感じで歩いてはい、はい、倒れ込む倒れるような感じそう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 それだそれだそれだはい近づけはいすごいすごい倒れ込むような感じあでも痛くはない痛くないそうそうはいはいもっと同じように歩いてそれでそうそうそうそれでそれでそれではいすごい良くなってきたはい帰ってきてねどんどん言えへんようになったそうそうそうはい、もう一回ね今すごい軽快に歩いてるでしょあ、そうかもねいつもより軽快と思うさっきは、うん、後ろにかかとがどんどん言ってたけど今はかかとじゃなくてつま先、はいはいはい、で前屈してみてさっきよりちょっとだけ行くかないや、あんま変わらない今あんま変わらないけど腰の痛み違うあの歩き方やったら最初の時よりは痛くない痛くないとそうそう痛くないあそこちょっとまっすぐ立ってまっすぐ立ってもうちょっと前にここ、はい、こう立ててよ、うん、引っ張るからねこれが安定してんのだからね腕痛いでしょ、うん、いつものことかもねかかと体指でそんな感じでしょ、うん、そんな感じでしょフラフラでしょ、うん、もう一回そこ立ってねフラフラでしょフラフラでしょはい、もうちょっとこうだ、はい、こうだってことはい、めちゃくちゃ安定してるんですよ、よく分かる安定してるのあのね、あのね、よっしゃ